韓国。ヤクルトは韓国発祥。期限主張開始へ、に呆れの声。内容はこちら。韓国が、ヤクルトは韓国発祥だと主張しているようです。では、内容を見てみましょう。ピロン。韓国産。ヤクルトも韓国発祥にしようとしている。ヤクルトは日本発祥です。そんな韓国の無理筋な主張に、次のような心配の声が上がる。チェットシン。多分これも言い出す。もちろんこれも。これも言い出しそう。韓国のパクリ文化には呆れるばかりですよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。ヤクルトをパクると、息するように盗むわら。まあ、また始まった、呆れ。またか、妄想の暴走が止まらない。じゃあヤクルトの語源言ってみー。わかりきってるのに、果敢に期限主張してくるね。パクって期限主張、さらに劣化させる韓国。大した歴史がない国だから、躍起になって期限を主張するしかプライドが満たされないのだろう。かわいそうな国。なんだかかわいそうになってきますね。次はこちら。結構昔から、ヤクルトは韓国のものだと言ってたよ。ヤクルトが日本のものだとわかり、本気でショック受けてたと、昔ある記事で読みました。そもそも乳酸菌も作り出せないだろ、かっこ笑い。できて大腸菌だろう。白田株すら知らないだろうな。ヤクルト、乳酸菌が生きて腸まで届きます。韓国、大腸菌が生きて腸まで届きます。今更って感じ。YouTube 見てると、韓国の人が、これ日本が発祥なの?ってびっくりしてる映像いっぱいあるし。他の国の人に言わせれば、宇宙の起源も韓国らしいので。ヤクルトどころか、神羅万象は韓国が起源となる。人類の起源が韓国だから。韓国人は、魔法瓶も韓国発祥だと勘違いしていたようですからね。次はこちら。Y の亡くなったじいちゃんも、あいつら毎回毎回嘘ばっか吐きやがって、って愚痴ってました。ああ、あの国民性は、数十年、いや数百年経っても変わらないんやろうな、って。小学生の頃、冗談でそういうこと言うことはあっても、本気で主張している奴は嘘吐き扱いされていたな。日本がパクったって言い出すまでがデフォ。さすが道徳の授業がない国だな。嘘も100回言えば真実になる、との言葉もあるくらいですからね。韓国はそれでしょ。最後はこちら。常に他人の発明を横取りして期限主張とか、恥って概念がないのかね。誰こけただけ、チーズ乗せただけで期限主張しちゃう国だからわら。売りならファンタジーは無限大にゃ。ヤクルト創始者の白田博士が発見し、培養に成功した、ラクチカゼイバチルスカゼイ白田株という乳酸菌でヤクルトを作ったので、日本発祥ですわらわらわら。いい加減この国が期限を主張するものは、国際司法裁判所で全部現実を突きつけるべき。韓国の嘘は、すべて叩き潰す必要があると思います。結論。ヤクルトが生まれたのは1935年。まだ戦前で栄養状態が悪く、多くの子供たちが感染症などで命を落としていた時代のこと。ヤクルトの創始者で医学博士の白田実は、そんな状況に胸を痛め、なんとか一人でも多くの子供たちの命を守る手段はないか、と悩み抜いた挙句、病気にかかってから治療するのではなく、病気を未然に防ぐ予防医学こそが命を守る手段だ、と考え、微生物研究の道に入りました。そして白田は、栄養素を摂る腸を丈夫にすることが健康で長生きすることにつながる顕著長寿。誰もが手に入れられる価格で、お提唱し、腸を守る乳酸菌白田株を一人でも多くの人に手軽に飲んでもらいたいと考えました。これが、
乳酸菌飲料、ヤクルトの開発につながったのです。わかりました。韓国の皆さん。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。